中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらいいですか。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたら良いですか。1回で伝わる文章を書けるなればもうちょっと伝わるようになると思います。同世代のものです。あ、そうですか。最近体を見るたびにほうれい線やシワが気になるようになり、年を取ったなとなんだか不安に感じます。自分の体が老いていくことについてどう考えていますか。もう怖くて仕方がないですね。毎日老いを感じます。まあ、どうやったって老いから逃れられないなと思いますね。でほうれい線とかシワとかがなくなったらね、もちろんいいんですけど、なくなっても大して変わらないっていうのもなんとなく分かってるんで、なんかね本気になれないっていうのはありますね。大学4年です。卒業まで1ヶ月ほどとなりました。残りの学生生活でしておいた方がいいことありましたら教えてください。1ヶ月でできることっていうとね、だいぶ限られてると思いますけど、まあでも1ヶ月まるまる使えるんだったら、さっさと職場の近くに引っ越した方がいいと思います。卒業式とかああいうのってあんま出ても、まあ僕も出たんですけど、結局意味なさそうだなって思って出たんですけど、やっぱり意味なかったんで、サクッと新しい生活に1ヶ月早く慣れた方が得るものは大きいんじゃないかなと思います。漠然と、あ、なんか嫌だなと思う時があるのですが、なんでか分かりません。分かんないのか。そうですか。分かりません。分かりません。漠然と海外移住したいと夢見ていたのですが、実際は特別なスキルもなければ専門職に就けるほどの頭もなく現実的じゃないと思い、諦めるしかないのかなって考え始めました。ですがこうやって夢を持ったのが初めてだったので、なかなか諦めきれません。自分の中でどう折り合いをつければいいのでしょうか。は、諸外国から日本に結構安い賃金で働きに出てきてる方いるじゃないですか。移住っていうのは別に必ずしも裕福なケース以外にもいっぱいあるので、腹さえ食っちゃえば別に移住はできると思います。なんかそうじゃなくて、幸せな海外移住がしたいってことは、多分幸せな暮らしがしたいってことだと思うんで、それは今の日本でもなかなか特別なスキルや専門職じゃなかったらできないかもしれないので、全然諦めるとかじゃない気がしますね。現実を受け入れるか、スキルを磨くしかないんじゃないですかね。一方的に言われたりするととっさに冷静に言い返せなくて悔しい思いをいつもしてしまいます。何か良い方法はないでしょうか。一方的に言ってくる人がいる状況っておかしくないですか。その人と離れた方がいいんじゃないですか、ね、もしくはその環境が間違ってると思うので。ただそれが上司からの命令とか、なんか社会的に上下の関係があるんだとしたら、言い返す必要はないと思います。他のところで解消する方がいいんじゃないですかね。言い返すのは別に言い返す必要はないと思います、ね、先日彼氏に振られました。理由は私が痩せるって言ってたのに全然その様子が見られなかったからだそうです。自分的には痩せてはいないけど普通体型だと思ってます。やはり体型は大事ですか。こういう理由で振られることは普通にあるのでしょうか。普通にあると思います。その彼氏が何を求めているか、彼女に何を求めるかっていうのはその彼氏次第なので、でその彼氏は世間一般でいうなんか痩せた体型っていうのを求めてたってわけじゃないですかね。でそんな彼氏に別に合わせる必要はないと思います。この人の体型見てないんで分かんないですけど、探しゃその人の体型好きな人っていうのはいます。ただ需要がより多い体型っていうのもあるのは事実です。この彼氏に振られたなら別に他の彼氏を探してもいいと思います。でもその彼氏がどうしても忘れられないんだったら、その彼氏に合わせた体型になるっていうのも一個の選択肢であります。めんどくさいですけど、ただそこまでも彼氏なのかなとも思いますね。本当にうなるほど金持ってて、うなるほどの利権を持ってる彼氏だったら体型ぐらい僕も変えるなと思うんですけど、そうじゃなかったら別にいいなって思います。探しは多分います。まともに生きようとして疲れてしまうことが多いです。適当に生きるってどうすればいいんでしょうか。ああ、でも適当ってひらがなで書けるなら多分その素養があるんじゃないですかね。とりあえず漢字を捨てましょうよ。そうするとね、ある程度めんどくさいこととか逆に不便だなと思うことがあるんですけど、それを不便に感じなくなったら多分適当に生きていけると思います。一人暮らしの祖母と近いところにいてなるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり、地元で家から近いところを選び就職し、実家から帰っています。いいじゃないですか。同世代の子は一人暮らしの子ばかりで、前にも一人暮らしの子からなんで実家暮らしなの、ありえないわ的なことを言われました。それまで気にしてなかったんですが、それを言われて20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですか。全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別にいいと思いますけどね。
実家がどんな豪邸でも実家暮らしありえないってこの人言うのかな。ただ単純にマウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人が人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思いますよ。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか。一応今貯金中である、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。ああ、まあ一人暮らしは別にしたら結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあこれでね、私も意見言ってそれをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで何言ってもあんまり伝わってはいないと思います、本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったらそれは多分辛いんじゃないですかね。この人は気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、あ、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。仕事で少し注意されただけなのに一日中考え込んでしまい仕事に集中できなくなることがあります。どんな考えをすれば気にしなくなりますか。仕事に集中してください。他のことを考えて気晴らしされても職場は困るので仕事に集中しましょう、はい、注意はされるものです。収集癖があります。しかし集め出すと熱が入りすぎて対象のグッズやフィギュアを全て集めたいと思ってしまいます。レーザーさんも、レーザーさんですね、レーザーさんもフィギュア好きとメディアで拝見したのですが、どういった価値観で集めているんでしょうか。レーザーさん、レーザーって下の名前で呼んでくれるのは春日さんと聖夜君だけなんですけども、聖夜君なのかなこれ、レーザーさん、あの僕別に収集癖ないです。あのまあ衝動買いとかするんですけど、あの収集癖ってね、まあ、買ったものがそのまま残るから、なんか成し得た感が出るんですよね。たくさん集まったなって満足感が出るんですけど、自分より金持ってるやつって誰でもできる、趣味なので、ただ金持ってるかどうかだけのマウントの取り合いになりがちなので、集めたことに対して満足感を得てるんだとしたらあんまり続けない方がいいと思います。まあでも、まあ、趣味なんでね、自分のできる範囲でやった方がいいと思いますよ。集め、まあそうだな、まあそうか、趣味だもんな、わーわー言うのがちょっと良くないですね。無粋でしたね。いや好きな手が集めてくださいね、実家を抵当に入れてでも集めましょう。役者になりたいという夢があるのですが、親は安定しない仕事はお金がかかるなどとあまりいいように思っておらず、親の勧めで4月から看護師として働いています。もともと看護師になりたかったわけではないので、仕事はとても苦痛で、患者さんや指導してくださる先輩方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。このご時世、地方住みで看護師として働いている以上、オーディションを受けに行くことも難しいです。私は仕事を辞めて今すぐにでも役者を目指したいと思っているんですが、どうすれば親を説得できますか。アドバイスいただけると幸いです。え、辞めたらいいんじゃないですか。辛いでしょ。しかもその人の命に携わる仕事をやる気なくやるっていうのはね、もしかしたらとんでもない迷惑をかける可能性もあるので、はい、すぐ辞めて役者になりに行けばいいんじゃないでしょうか。親を説得できますか。別に親に何も言わずに出てきたらいいと思いますよ。親とも相入れてないわけじゃないですか。親にどんなことを言っても親に納得してもらえず、やりたくない仕事を選ばせるぐらいだから、多分もうどんだけ言っても理解してもらえないことがあるので、はい、縁切るぐらいの感じでオーディション受けに行ったらいいんじゃないですかね。質問などを募集しているときにいい質問が思い浮かばないのですが、カズレーザーさんなら自分にどんな質問をしますか。いや別に質問はしなくてもいいじゃないですか。無理やり質問されても困ります。先生のことが好きになってしまいました。別の学校に移動してしまってもう会うことができません。悲しいです。このまま先生のこと好きでいてもいいのでしょうか。好きでいてもいいと思います。ただ先生しか好きになれない、その先生だけをずっと愛するっていう選択は一般的にデメリットの方が大きいと思います。同時に複数の人を愛せる方法を身につけた方が人生幸せですよ。一個の恋愛引きずらなくていいっていう圧倒的なメリットがあるので、素敵な人は世の中いっぱいいるっていうことは意識してもいいと思います。ただ、本当にもう忘れられない恋愛をしてるんだとしたら、今すぐその方にその旨を伝えた方がいいと思います。もう別の学校に行ってしまうので、得されないと思って、今好きだっていうのを伝えるのがいいと思いますね。
ただその先生が肉体関係を求めてくるんだとしたら、あなたが未成年だとしたら、それはまずこれから先生に好きだっていうことを言いに行きますっていうことを最寄りの親には一言言っといた方がいいと思います。読みたいと思う本がたくさんあります。でも読み始めて30分ほどで眠くなったり集中力もなくて、一冊読み切るのにとても時間がかかってしまいます。集中して一気に読めないせいか、内容の理解も悪く身になっている気がしません。なるほど、一気に読んだから身につくわけじゃないです。何回も繰り返し読んでください。内容の理解が悪いのはその一気に読もうとしているからだと思います。じっくりじっくり時間かけて読んでください。ただ集中力がなくて読み始めても30分ほど眠くなるんだったら、多分それ読みたくない本だと思いますよ。もっと自分に合った本を選んでください。苦手な人、合わない人に対して明らかにテンション低く対応してしまいます。そつなく対応するにはどういう気持ちいることが大切だと思いますか。いや俺はもうそういうのすぐテンション低くなっちゃうんで分かります。そつなく対応する必要あんのかな。今この人がなんかある程度人生が満足だったら、このまま人によってテンションを変える生活の方が多分合ってるんでいいと思います。ただもうちょい何かを良くしたいって欲求があるなら、何かを変えなきゃいけないわけで、その変える一つの要素として、苦手な人や自分に合わないなって思う人にハイテンションで接するといいことがあるかもしれないって仮説のもとに行動してみたらいいと思います。別にそつなく全員にうまく対応するんじゃなくて、苦手だと思う、今まで苦手だと感じてた人に対してハイテンションで接すると、もしかしたらいいことがあるかも、今までやってなかった人生のね一箇所変える要素として、それをやってみてプラスなことがあったらそれを続ければいいと思うし、プラスなことがあれば続けやすいじゃないですか。そつなくとかそういうなんかよくわからないざっくりした意味じゃなくて、明らかに人間関係がうまくいくとか出世するとか、そういう現実的なプラスがメリットが見えたら頑張りがいがあると思うんですよね。でも逆に苦手だと思ってた人にハイテンションで接しても何もなかったなって思ったら、別に今までの状況に戻るだけなんで、いつでもやめることができるので、一回試しにやってみたらいいと思います。出世するとか収入が上がるとか現実的な俗っぽいメリットで物事を考えると、あんまり心のことを気にしなくていいんで楽だと思いますね。コロナ禍で人に会うことが少なくなって気づいたのですが、人に会わなくても全然寂しくないということに、これってどう思いますか。人に会わなくても寂しくない人間だっていうことが知れたんじゃないでしょうか。それだけだと思います。でそんな人もいっぱいいるので。2023年大学受験の高3です。ああそうですか、頑張ってください。ストレスや不安に落ち着くされそうになった時、どのように乗り越えてきましたか。あんまりないんですよね、ストレス不安っていうのが。試験本番の緊張に打ち勝つためのアドバイスもいただきたいです。緊張とか、経験したことないプレッシャーに打ち勝つってのはなかなか難しいので、経験したことないプレッシャーとか不条理な状況を体験しておくのがいいんじゃないですかね。なんかよく言うのが、すっごいうるさいところとかで試験問題解いてみるとか、そういう自分ではどうしようもないプレッシャーを経験しておくと、そのストックがたくさんあれば不安とか緊張に打ち勝ちやすくなると思います。でもそんなことするんだったら普通に勉強しといた方がいいんじゃないかっていう話もあるんですよね。多分こういう悩みとかはあるのはしょうがないですけど、悩むくらいなら一問でも多く問題解いてください。で合格してください。頑張ってください。漫画を読んでいるというと本を読んでいることにならないと言われるのはどう思いますか。いやなんで漫画は書籍じゃないですか。どういうことだろう。ってことは図鑑とか画集とかも本を読んでることにならないのかな。なんだろう、活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマである程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では、漫画よりも確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね、同じテーマで書いてあって、新刊一冊読むのと同じテーマで書いてある漫画コミックス10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね、そういう意味ではいいと思いますけども、娯楽要素の強いコミックスと学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね。でもそんなことをやつは無視していいと思います。自分のやってしまったことや言ってしまったことで今でも後悔したり思い出すと自分が嫌になるようなことはありますか。あんまないですね。8年ほど前に友達に冗談で言ってしまった失言をふっと最近思い出して、ずっと頭から離れません。ずっと暗い気持ちのままで心にしこりがある感じがしてしまいます。8年前に言ったことで友達が本当に怒ってたら、多分あなたともうそんなに付き合いたくないと思うはずなんですよ。今でも接点があるとしたら、めっちゃ向こうが我慢してるけど、あなたと付き合うことによって何らかのメリットがあるから付き合ってる。
だとしたら、あ、私は人を傷つけても付き合ってくれるぐらいメリットがある人間なんだと誇りに思ってもいいんじゃないでしょうか。そうじゃないとしたら何とも思ってないんじゃないかなと思います。だから忘れるのは難しいと思うんですけど、気にしないでください。おすすめの本で漫画でも大丈夫です。あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのあるんですけど、漫画だったらなんだろう、好きなのはあの手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね、面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。今年で社会人3年目です。大学中退して地元で就職しました。大学卒業の方が給与がいいのは分かります。給与がいいのは分かります。でも学生時代のバイトや今の仕事で学歴はもはや関係ないと思ってしまいました。カズさんは学歴仕事ができるか人間性でどれが一番大事だと思いますか？自分でおっしゃってるじゃないですか。大卒の方が給与がいい。そこが学歴っていうことです。学歴は一個 の記号であって、ね、自分っていうもう相対を形作るステータスの一個であって、それがあるかないか、背が高い低いとか足が速い遅いとか、なんか美人かそうじゃないかとか、息が臭いか臭くないかとか、本当にどうでもいい要素の一個でしかないんですよ。でもどうでもいい要素がいっぱい集まって人間になってるので、はい、人間性の中に学歴もしかしたら含まれるのかもしれません。で、仕事ができるかどうかで評価してほしいんだったら、それで評価される仕事を選ぶしかないです。関係ないことはないと思いますね。英語を習得できれば人生の幅が広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが、今まで2回挫折しています。学生時代から苦手意識があるのと、英語自体がいまいち好きだと思いません。洋画や洋楽もなんとなく苦手です。ちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした。反対に国語や哲学などは好きで勉強することもありくではありません。やはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか。苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか。社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくて、そのツールとしての英語でしょ。ただそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思います。ポケトークとかでも全然なんとかなんで、学術的な話は無理ですけど、普通に旅行分野だったら全然平気なので。まあでも大人になってから学ぶものってそういう語教科みたいな分類じゃなかったりしますよね。もっとなんか現実的なものだったりしません？プログラムとかそういう方だと思うんで、こういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思います。怒りの沸点が低くて困っています。他人に対してすぐイラつくしカッとなってしまいます。私の知人で怒っても仕方がないというスタンスで全く怒らない人もいますが、私はそれができません。そういう性格なので仕方がないと半ば諦めていますが、何か改善策はありますでしょうか。マジで意味わかんないぐらいちっちゃいことで起こってるんだったら何とかした方がいいと思うんですけど、別に怒ることってそんな悪いことではないので、僕はあんま怒んない方なんですけど、だからといって怒ってる人見てもああ恥ずかしいなと思いますけど、みっともねえなと思うんですけど、まあ怒る理由も分かったりするので、全く怒んなくてしんどい生活するよりは、別に怒ってストレス解消できるんだったら怒ってもいいんじゃないですかね。まあ、その分周りからの評価がどうかなるか分かりませんけども、怒らせる原因があるんだとしたらその原因を作った人の方が悪いので、怒った時にその理屈を頭の中で一回整理できて、それでも怒った方がいいと思うなら怒ったらいいんじゃないでしょうか。進学後に部活と勉強を両立させたいです。勉強が好きになる方法などありますか？部活と勉強を両立させたいですっていう文章で部活が先に来てる、やっぱ部活の方が好きなんでしょうかね。で、勉強が好きになる方法ありますか？好きじゃないんですよね現在。好きじゃないものを無理やり好きになる方法ってのはなかなかないと思います。まあ勉強、試験勉強がうまくはまって点数が伸びるとか、そういうなんか分かりやすいうまみが見つからないとなかなか好きにはなれないと思います。まあ今部活の方が好きなんで部活一生懸命やっていくのでいいんじゃないですかね。好きになんなくても伸ばす方法を見つけるのが一番いいですね。将来を見据えて、あ、この部活続けても将来あんま役に立たないなって大人になるっていう方法もあります、ね、片方好きなものがあるともう一個好きになるのって難しいので、人間そんなに器用じゃないので、複数を好きになるのってのはなかなか人生経験豊富な大人じゃないとできないので、部活を嫌いになってその分勉強を好きになる、もしくは勉強が嫌いでも成績が伸びる方法を見つけるのどっちかじゃないかなと思います。職場でいつも小さなミスが多いです。事務作業においてミスを少なくするコツってありますか？めっちゃ迷惑かけてそうだなこの人Excel のマクロをめちゃくちゃ組めるように覚えてミスの確認をシステムに投げるっていうのを自分で勉強するのはいかがでしょうか。もしくは自分のデスクのあらゆるところに確
認しましたかって書くとかじゃない、もしくはあのイヤホンつけて自分の音声再生してくれるプログラムとかあのアプリであるのでそういうの入れて10分おきに確認しないよってなんかつぶやいてその音声が 耳から聞こえてくるようにするとか、そういうので頑張ってください。嫌なことがあったり誰かから嫌なことを言われたりした時、思い出したくないのにそのことばかり思い出して不快な気持ちになるのを繰り返しています。嫌なことを忘れたり考えないようにする方法はありますか？いや、記憶を消すのは難しいんじゃないですかね。あんまり進めないですけど、海外とかでね、電極で頭にね電流流してすっきりさせるみたいな治療法、まあ確かに日本ではやってないと思うんですけど、やってんのかな、そういう治療法もねありますもんね。忘れるっていうのはそれぐらいやっぱ難しいことだと思うので、上書きする方にシフトしたらいかがでしょうか。今後自動車免許を取った時に真っ先に買いたいと思う車種はありますか？ベクター W8 と消防車ですね。僕は本当ずっとそれを言ってます。マジで買おう、ちょっとねずっと探してるんですよ。買うかもしれないですよね。今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態で、この先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか？夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんでわかんないですけど、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのはすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした、例えばねこの部活がしたいとか、なんかこの制服が可愛いとか、偏差値が高いとか、それも漠然としたあの状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですか、そんなものって。でもみんな進むんですよ。で自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのにちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだってなんとなく分かってるだけで他の人よりリードできることもあると思います。上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきて鬱陶しいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか？いや、気分を害させた方が黙ってくるんで、はい、相手の気分を害してください。気分を害さずに黙るのはそんな都合のいい言葉はなかなかないので、はっきり喧嘩するのが楽でいいと思います。どうせ嫌いなんだからいいんじゃないですかね。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか？いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。子供の時から年を取ることが嫌で死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝るときに怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか考えても未だに解決策は見つかりません。僕も見つかりません。なので寝るとき怖いことを考えなくても済むようにヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。一人暮らしなんですが、どうやら下の階に音が筒抜けなようで冷やかしや嫌がらせをされてしまいます。引っ越してきたばかりで解約金がかかってしまうので対策をしたいんですが、何か良い方法はありますか？音を立てないように細心の注意と防音マットも敷いています。あ、でもそれでも筒抜けなんだ。そんなに下の階に音が響くことある？歩くときも別にドタドタ歩いてるわけじゃないんでしょ、まあ、下の階がそういうのめちゃくちゃ気にするタイプのやべえやつって可能性はあるけど、やべえやつなんだったらそのどんだけ金がかかっても引っ越した方がいいです。やばいやつが一人いるともう人生マジで困るので絶対引っ越した方がいいです。借金してでも解約した方がいいです。引っ越す前にそういったことに気づける方法などご存知でしたらお伺いしたいです。内見行った時にドタドタ歩いてみたらいいんじゃないですかね。30代です。家に帰ると YouTube か TVer しか見てません。将来のことを考えて積み立て NISA はしているんですが、これだけで良いのでしょうか？あー、なるほど。30代でしてた方がいいことがあれば教えてください。でも積み立て NISA してるってことは金融に興味があるってことですよね。多分見てる YouTube も多分金融系の方が多いと思うんですよ。なら多分いいサイクルに入ってるんじゃないかなと思いますね。ただ積み立て NISA やったくらいで将来ビビったる額にしかならないんで、今ねどうしてもやった方がいいって言う人いるじゃないですか。あれ言うとアクセス数が稼げたり商品が売れるんですよ。積み立て NISA ぐらいで将来どうにもならないです。なのでそれを理解した上で行動した方がいいんじゃないかなと思いますね。金融資産をある程度将来心配なく過ごすぐらいになるには
まあね、入門としてはいいんですけど、入門させるのが目的にみんなあれ言ってるだけなんで、そういう意味では知ってた方がいい。うん、そうですね。NISAとかで積み立てるぐらいなら支出減らして、なんか可処分所得増やした方がいいんじゃないかな。支出減らす方がいいと思いますよ。支出を減らす生活をできる術を身につける方が。合計200点のテストで110点を取っている人でも、今から頑張ったら偏差値64の高校に行けますか。もともと頭はいいと友達に言われてます。何のテストで200点満点の中で110点取ったか伝えられないっていうのは、多分今偏差値64にはちょっと遠いんじゃないかな。ちょっともう少し頑張らないとダメかもしれませんね。もともと頭はいいっていうのは、はい、友達はみんなそう言います。ちょっともう少し頑張らないと難しいかもしれません。現在大学2年生です。時給労働が嫌で自力で稼ぐ術を身につけようと思い切って長年勤めていたバイトを辞めました。しかし本当にこれで良かったのか、将来の不安が大きく膨らんでしまい全く先に進めません。おお、いや正しいんじゃないですか。時給労働ってのは本当に良くないことなので、自分の時間を決められた額で売るっていうのが、まあ、時給労働です。時間を売ってるので自分のスキルで対価が得られないので、マジでバイトとかってやめた方がいいです。特に若いうちは。すごくいいこと言ってるじゃないですか、自分で稼ぐ術を身につけようと。本当に若いうちにちゃんとやったら簡単にお金って稼げるので、はい、若いうち大学生でバイトするなんてマジで愚の骨頂だと思いますね。一番無駄なことだと思います。まあ、例えば何か投資とかするから元手がいくら必要とか先々があるなら、まあ、分からんでもないですけど、基本的に学生がバイトするのはマジでやめた方がいいと思います。そんなことするより、なんかちょっとしたことで金くれる人探した方が絶対ですよ。そっちの方が絶対得です。人ってなんで生きていると思いますか。愛されるために、それともなんとなく生まれてきたから生きるのでしょうか。だからこういうどうでもいいことを考えられる余裕があるのは、もう生きててよかったって思いますよね。哲学ってやっぱすげえ難しいんですけど、ちゃんと理解できてない生病法の哲学ってすっごい楽しいんですよ。なんか考えた気になれるというか、なんか高尚な時間を過ごした気になれるん でこういうことをなんで生きてるんだろうとか考える必要が全くないことを考える余裕があるのってやっぱ幸せだと思いますね。生まれてきてよかったと思いますね。現在非正規として働いてます。仕事の内容は広告みたいなことをしてるのですが、広告みたいなこと上司の社員があまりデザインの知識がないらしく、上司がデザインした制作物を見ると思わず突っ込んでしまいそうになります。でも立場上意見を強く言えません。このまま黙っておくべきでしょうか。言った方がいいんじゃないでしょうか。ただ言ってもじゃあ上司のそれよりいいのが対案が出せるのかっていうのがあるので、対案を用意してから言えばいいんじゃないですかね。たかが4時間のパートで金にもならん内職して、俺と別れたら一人で生きていけるんかという旦那に言い返せる素敵な言葉をお願いします。ちなみに平日4時間パートして勤先の仕事を持って帰って内職してます。勤務先の仕事を持って帰って内職してます。夫婦2人暮らし、娘は社会人、息子は大学1年生。なるほど。マジで今から、Python とかそういったプログラムを覚えて、もう仮想通貨のボットとか組めるようになったら、多分この旦那の年収より稼げるので、そっちの方がおすすめです。4時間のパートだとずっと続けてる限りは、多分旦那のことを言い明かすのは無理だと思います。だって金の話してんだから。こういう人のマウントを取り返すには金しかないんじゃないですかね。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルでいいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら、本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水の濃度ぐらいしかないので、それがいいと思います。やると決意したことができません。ダイエットや朝活など、そんな自分が嫌になり、さらに何もできなくなります。どうしたら決めた通りに動けますか。さらに何もできなくなるってのもよくわかんないですけど、いや無理やり朝起きたらどうですか。それもできないですか。三日坊主って本当によくできた言葉で、3日続けてみたら次1週間できるかどうかって次のステップに行けるじゃないですか。3日続けてみませんか。私も毎年1
1月1日から100日間筋トレを頑張ると決めてるんですよ。もうここ何年かそうなんですけど、1月1日から100日間は毎日筋トレして、残りの265日はそこそこにするっていうのがすっごいね自分に合ってるんですよ。何でもいいんですよ、しょうもないことでも100日1回続けたっていうのがあると、次はもっとしんどいことで100日続けられるようになるんですよね。何でもいいんで続けられたっていう快感を一回味わってください。好きになれないかも、好きになれないかもと思い付き合って1ヶ月で別れてしまった人を半年近く経っても忘れられません。今思えばとても理想的な方で、ゆっくりと距離を取ってもらえれば好きになれたのかなと日々悶々としています。もう終わったことだと割り切って次に進むためにいい方法ありますか？文面を読んだ限りこの方のわがままで別れたんだから、別れた相手はもうあなたのこと好きじゃないと思います。割り切るも何も次の恋愛を探すしかないんじゃないでしょうか。もう絶対に戻ってこないと思いますね。なんかまだいけるってどうしてもね、自分から別れたって思ってる時っていつでもやり直せるって思いながら行きがちですけど、人間ってすぐに次の好きな人を見つけることもあるんで、もう元の際に戻んないで、はい、忘れるしかないですね。何にもならないです。可能性はゼロです。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに、何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですね。まあ、こういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんですよ、選択肢として。で考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよ。その真ん中なんですよね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいですよ。その人友達候補っていうのは世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。大学1年です。この夏か2年の夏にどの大学生もやったことのない思いつかないような経験がしたいです。自分は今までレールの上を歩いてきましたが変わりたいです。自転車で日本一周とかヨットで日本外周とか大きなことがしたいのですが、いい案が思いつきません。何かご意見あったらお願いします。自転車で日本一周とかヨットで日本外周っていうのは結構な人がやってます。どの大学生もやったことない思いつかないような経験がしたいのを、それを人にアドバイスを求めるのは多分あなたにそういうのは向いてないし、そういう引き出しがないと思うので、もっと小さく生きてください。思いついたらすぐやられると思いますし、日本一周がでかいことだと思ったらすぐやったらいいと思います。どの大学生もやったことないみたいな、その競い合う対象が学生とかそういう枠組み作ってるのってあんまり良くないですよ。学生お笑いみたいなの流行ってるんですけど、ああいうのも全くそうなんですけど、学生ってくくってやるのって基本的にあんまり良くないです。同年代でも学生じゃないといっぱいいるし、何でもないラベリングなので、あんまりそういう分け方はしない方がいいと思います、はい、視野が狭いと思います。10月で30歳になるんですが、いまだに実家暮らしでこの周り同士の仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクトすれば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚というのはただの制度なので。また生放送してほしいです。お願いします。まあ生放送しないんじゃないかな。まあ別にしてもいいんですけど、あんまりなんかできないのでやんないんじゃないかなと思います。カズレーザーさんは浮気についてどう思いますか？なぜ浮気はされた方が辛いのでしょうか？
されてるからじゃないですか。うん、いや浮気を嫌なもんなんですよね、多分この人にとって。だからされて辛いんじゃないですか。浮気した方が辛いことはないでしょ。浮気する相手は浮気することでメリットがあるからするわけだから。何を聞かれてるかちょっと分かんねえな。報われない努力はないってよく言いますが、言いません？私は現在あることに十分努力したけど結果は出なかった状態です。これは努力が足りなかったということなんでしょうか？いやいや違います。そうですね、それとも上記の言葉に語弊があるということなんでしょうか？はい、報われない努力はないって言ってるやつは、まあ、めんどくさいやつなんでそんなやつを付き合わない方がいいですよ。大抵報われないです。だ努力したことに価値を置きたがる人はいるんですけど、努力は努力であって過程と結果は別に関係ないので、努力の大小は別に関係ないです。何も努力せずに成功する人もいるんですよ。努力したから結果が出るって教えは人をダメにするんでやめた方がいいと思いますね。クラスに話す相手がほぼいません。孤独を紛らわす方法はありますか？話しかけたらいいと思います。孤独を感じてるから紛らわしたいんですよね。話してる間って事務的な話、例えば引っ越してガスとか水道を通すために電話するとなかなか繋がらないんですよ。で今繋がりにくくなってるのでしばらくお待ちくださいっていうのを無限に聞かされるんですけど、あれ聞いてる時ですら少なくとも孤独ではないんですよね。イライラはしますけど、もう機械的なものですら誰かと会話的なことをしてるだけで孤独ではなくなるので、話す相手がいないのが問題なんです。話しかけてみてください。意外と話してくれるんで。ほぼいないってことは意外といるんですもんね。全く話せないわけじゃないですもんね、この方は。多分話しかけてみたらなんとかなります。プライドを捨てるにはどうしたら良いですか？おい、なんで捨てたいの？いやこれはでも簡単ですよ。やっぱ今多分 お家にいらっしゃるのかな、分かんないですけど、もしお家にいらっしゃるんだったらその格好のまま外出てナンパするとプライドやっぱすぐ粉々になるんでおすすめですよ。ナンパはいいんですよ、本当にプライドなくなるから。ホストの人ってすっごいかっこいいなって僕思うんですよ。やっぱそれってプライドがやっぱないからなんですよね。客引きとかしてる人ってやっぱすっごく積極的だな。どんどん人に仕方されるけどガンガンやっぱ行くんですよね。あれは学ぶべきところだって。かっこよくないじゃないですか、もうどんどんいろんな人に、街行く人に声かけてキャッチするって。それができるから自分のフィールドに連れてきた時にめちゃめちゃかっこいいことができるんですよね。両方持ってるからホストってすげえなって本当思うんですよね。はい、プライド捨てますってできる人たまにいるんですよ。そういう人聞くとやっぱそういう経験とかしてたりとか。僕の中では共通点、ナンパ上手な人はプライドないですね。大学生です。どうしたら精神的に親離れできますか？精神的に親離れしたいなら物理的に親離れした方がいいと思うので、一人暮らしするのがいいんじゃないですか。はい、精神は、物理的な距離を超えてこないので一人暮らししちゃうのが楽だと思いますね。学生にアドバイスしてください。学生にアドバイス？遅刻しないように今日はもう寝てください。彼はずっと嘘をついていました。失恋したショックからどう立ち直ればいいですか？マラソンとかハマったら結構恋愛とかどうでもよくなりますよ。1年経てば失恋って本当どうでもよくなることが大概です。失恋したショックってマジで人生において大抵変みたいなもんです。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったりいろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか？文章つながってる？大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかってどういうこと？同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、別にそこは大人とは関係ないと思います。あ、好きな画家は誰ですか？うわー、ドラクロはずっと好きなんですけど、パッと見上手じゃなく見えるから好きなんですけど、でもかっこいいから。あ、でもミュシャとかやっぱシンプルに好きですね。やっぱおしゃれですよね。中学ぐらいの時からなんかその絵のタッチがやっぱかっこよくて、あ、かっこいい人だな、かっこいいイラストレーターっぽいなみたいなんで好きだったんですけど、ミュシャって名前がどうしても日本語の語感からするとすごい女性っぽいじゃないですか。すげえひげ面のおじさんなんですよね。そこも含めてミュシャっていいですね。不労所得で生きていくには元本がどの程度必要でしょうか？またどのくらいの期間が必要になりますか？不労所得で生きていくには別に元本なくてもいいんですよ。
むしろ何もなければ生活保護という最強の不労所得が手に入るので、なんかひろゆきさんが言いそうなことになっちゃいますけど、でもそれが最強の不労所得なんですよ。じゃなくて例えば何もしなくても1億円毎年入ってくるみたいなことになったら1億円 5% ぐらいだから結構必要になりますね。そうなると20億ぐらい必要になるかな。でもそういうことじゃないんでしょうね。最低限の生活の目標を立ててそこから逆算していくのがファイアっていう方法なので、こういう質問をしていくうちに多分不労所得を見つける方法は見つかってないと思うので、普通に働いた方がいいと思います。基本的にはそういう生活になれる人はいないです。ファイア目指してる人ね、若い者すっごい多いんですけど、はい、大抵失敗しますね。そんなぐらいの覚悟じゃ無理だよって誰かアドバイスした方がいいと思います。大学1年生です。春から大学が始まり、それに伴い一人暮らしを始めました。大学では課題、家では家事に毎日追われてしんどいです。ストレス解消などの良い解決策はありますか？課題解いてんのストレスか。楽しそうだけどな。いやまあそれはね、人それぞれなんで、がむしゃらに運動するとかもまあまあ分かりやすい、ストレス解消にはなりますけど、筋トレとかはねやっぱお金もかかんないし、本格的に器具を揃えない限りは部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。分からないことを調べるとはどういうことですか？携帯パソコンでも調べたことになるけど間違った情報多いですし、出どころが分からないこともです。ちゃんとした情報を得るなら本や新聞などが多いですか？本や新聞も間違った情報はめちゃめちゃあるんですけど、携帯やパソコンで調べるやつは本や新聞の天才が多いので、どっちかっていうと本や情報の方がいいと思います。ただすぐに気になったことをすぐに調べる方が重要なので、それは携帯やパソコンの方が楽なんじゃないかなと思います。ただ間違った情報は多いけど、ただググって出てきたことを鵜呑みするのは調べるじゃないと思うので、少なくとも1個の意見に対して真逆の意見ぐらい見つけないと、自分の中で対策ないと調べたことにはならないんじゃないかなと思います。カズさんはテレビやラジオ、そしてこの YouTube でも成功しているように見えるんですが、いや俺はどれでも成功してないですね。普段頑張らないスタンスで活動しているとしても実際は成功しているように見えます。だから見えるだけじゃないですか。それは単純に目にする機会が多いから成功しているように見えてるだけじゃないですかね。ハロー効果とはまた違いますけど、単純にまあよく目にすれば勝手に人間は好意を持つので、いっぱい目にすればポジティブに思えるんですよ。人間ってよく目にしてくれてるだけだと思いますね。全く僕のこと知らない人に僕の現状を見せたら、こいつ何もやってねえなって多分思うだけだと思います。物事に対してモヤモヤして引きずってしまう性格なのですが、どのようにすれば引きずられずに流せられるようになれますか？はい、なんかなるほど、嫌なことがあってもそれをスルーしたいってことなんですかね。まあ、もう個人的なやり方ですけど、100回ぐらいやるとどんなことでもある程度苦じゃなくなるんですよ。まあ、僕はですけどね。なんで怒られたりとか説教されたりとか嫌なことあった時に、なんか言ってらって心の中で唱えるようにすると、本当に人の意見って気にならなくなりますね。一回やってみるといいと思いますね。ただそれが自分の成長を止めるっていうリスクもあるので、世の中のねその説教とかアドバイスって9割方どうでもいいことなんですけど、2割ぐらい本物も含まれてて、それがねその場ではなかなか判断できないので、人の言葉をその場で選択するっていうのはなかなか難しいので、あんまりスルースキルは高めない方が俺はいいとは思うんですけど、引きずってるってことはまあ思うところがある、ちゃんと後悔してることだったりすると思うんで、一個一個解決した方がいいんじゃないですかね。そんな流さなくても、はい、解決できないことを流すということは問題の本質から目を背けてるだけなので、一回解決した方がいいと思いますね。どういうモヤモヤなんですかね。恋愛とかのことだったら忘れていいと思いますけど、なんだろう、失敗とかなのかな。この文面だけだと、難しいんですけど、あんまりその辺にあるスルースキルを高める方法みたいのは取り入れない方がいいと思います。スルーするっていうのはそれなりにリスクがあるので。性欲を消す方法を教えてください。もったいない、消しちゃうんだ。それはもう仏門に入って1年間本当にね、1年なり2年なり3年なり本当のお修行をされるのがいいと思うんですけど、性欲を消すっていうのと断酒はまた違うと思うんですけど、要はシンプルにやっぱり多分こういうことを言う方は男性が多いと思うんですけど、もう本当に一生消していいんだったら金玉取るっていうのは俺はいいと思いますけどね。やっぱそれによって不幸になっている方もいるにはいるので、違う生き方を、あとこの方が何歳か分かんないですけど、あと10年20年なり30年なり性欲ない方が幸せになるなっていうのが見えたならね、
外科手術頼るのもいいんじゃないですかね。防大2年生です。芸人になりたいです。いや、もったいない。いや、ぜひ、卒業までとは言わず、本当に、それはもう日本の国防のために頑張っていただきたい。ただ、国防よりも芸人というのが魅力的に映ったのなら、それは止める理由はないんですけども、芸人は何歳からでもなれるので、全然今はなる必要はないと思います。なんなら、遅くから始めた方がね、楽しかったりするので。早起きのコツ、早寝ですね。国語は苦手で解くのが遅いので、模試やテストで制限時間が残り少なくなり、周りが解き終わってシーンとしている時に私だけペン音の走る音や問題用紙をめくる音が響くと、なんだか目立った気がして恥ずかしくて焦ってしまいます。周りを気にならないようにするにはどうしたらいいですか？そんな恥ずかしいと思う？誰も気にしてねえだろう。いいじゃん、最後まで真剣に集中力が持つんだから。立派なもんですよ。最後まで気抜かずにやってください。大事な時のじゃんけんに勝てないです。だからじゃんけんってもが廃れないんですよね。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので、自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せて、この屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけど、これ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね。そういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。1年前ゲームがきっかけで出会い、その後付き合うようになった彼氏がいるのですが、私の親はその人に会うことに反対しています。ちなみに親には友達とは言っていますが、実は彼氏であることは隠しています。会いに行くならスマホもゲームも取り上げるというのです。どうしたらいいのか私には分かりません。お互い顔は知ってますし、どこに住んでいるかも知ってます。東京と山口の遠距離、はい、そしてお互い本気で愛していますし、会いたいと思っています。まあ取り上げるって言われるなら、まあそうね、しょうがないんじゃないですかね。まだは、私は今月で25歳、彼氏は27歳。なんでそれでスマホもゲームも取り上げられるっていう選択肢が、そういう、どういうこと？どうかアドバイスお願いします。自立してください。実家暮らしをやめてください。そしたら好きな時彼氏と会えます。高校生になったら高校生クイズにチャレンジしてみたいのですが、何かクイズのコツとかありますでしょうか？はあ、なるほど。高校生クイズはテイストが急に変わったりするので、難しいですけど、今は地頭力みたいな感じなのかな、発想系のクイズ内容になってると思うんですけど、あれは発想系に見つかけた知識問題なんで、結局全部クイズです。知識で解くしかないです。イライラしないようにする方法があれば知りたいです。なるほど。すぐ甘いもの食べるのがいいんじゃないですかね。甘いものはやっぱ最強だと思いますよ。その分太るっていうのがあるんですけど、イライラしなくて済むならそっちの方がやっぱ健康的な気がしますね。養子や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか？はあ、そうですね、容姿や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果、あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、例えば電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人で、すげえ頭が良くて、すげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好で、すごいルックスが悪くて、すごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうが、あなたの、ね、個々のポテンシャルって変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけど、それによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのが、ただ事実としてあるだけなんです。で別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で、それに対して落ち込むっていうのは、なんかすごいおごり高ぶった意見な感じがしますね。
のマイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して、足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合ってる方がいいと思います。まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。ガンダムってどのシリーズから見ればいいんですか？これはもう一番新しいのを見るのがいいと思いますね。ガンダムっていうのはガンダムっていうもうジャンルなんで、ファーストガンダムから見る必要は今はそんなないと思うんですよ。あとどうしても絵柄が苦手っていう人がいると思うんで、なるべく綺麗な絵柄のやつを見て、なんとなくガンダムを知るのがいいと思いますね。やっぱ新しいの見るとね、ファーストガンダム世代からしたら、ファーストガンダム以外はガンダムじゃないって意見もあったり、全然違うじゃねえか、そんな見てもガンダム分かんないよっていうのもあると思うんですけど、でもガンダムはもうガンダムとして結構ジャンルとして確立されてると思うので、新しいのを見るのがいいと思います。それで合わなかったら多分どのガンダム見ても意外と合わないので、全然とりあえず新しいの見るのがいいですね。会社に給料を上げてもらうためにどのように上司に交渉すべきだと思いますか？結果を出すしかないんじゃないですかね。会社ってのはどうやっても、上位かたつ上の方が有利なので。兄の高圧的な態度にストレスを感じてしまいます。お互い社会人で実家暮らしです。昔から兄弟仲が悪く口も聞きません。兄は私に気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げてきます。私も言いたいことを言おうと思うのですが、目に見えない圧と思っていることを言葉にするのが苦手で何も言えません。兄のことがいくら家族とはいえ害としか捉えられません。こんな兄どう向き合ったらいいですか？まあ読む限り多分害なんでしょうね。実家暮らしなんだ。実家から出れませんか？出た方がいいと思います。家族に尽くす必要ってそんなにないと思うので、出た方がいいと思いますよ。気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げたりする。お互い社会人で、社会人なのにこんなことする人ってやっぱ世間的には結構需要があるんですよ。 YouTube でね、定期的になんか電車の中で大きな声を上げて暴れてる人の動画ってバズったりするじゃないですか、ショート動画で。みんな怖いもの見たさで見たいんですよ、ああいうの。なので今のうちにこのお兄さんが物に当たってるとこいっぱい動画アーカイブしといてください。で実家出て、もしかしたらあなたが一人で暮らす際の、収入的な手助けになるかもしれないので、動画撮っといてもいいんじゃないでしょうか。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですが、おすすめのバイトありますか？どれぐらい欲しいのかな。基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ高校生だと一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあもっと別の方した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。その日一日頑張って明日も頑張ろうって思っても、次の日が起きれなかったりします。そんな自分に落ち込まない、落ち込む毎日です。コツコツ頑張るにはどうしたらいいでしょうか？まずその日一日頑張ったんですもんね。じゃあ翌日ぐらい良くない？起きれなくても、また多分その日一日頑張る日が来ますから、はい、それを人はコツコツ頑張ってるって言うんですよ。毎日頑張る必要はないと思います。定期的に頑張ってるならそれはコツコツ頑張ってるってことになるんじゃないですかね。嫌なことを言われるとすぐ傷ついてしまいます。考え込まないようにしたいのですが、何か方法はありますか？嫌なこと言ってくるやつが悪いんだから傷ついてもいいんじゃないですかね。でそいつと距離取りましょうよ。自分がすごく浅い人間に感じます。物事に関して関心を持てず、全てに関して適当に何も考えず生きています。いいじゃないですか。 ある意味幸せだと思うのですが、いや幸せだと思いますよ。人として何か欠落しているように感じます。日々の楽しみなど、私に対して日々の楽しみなどありますか？楽しみはいっぱいありますね。もう今日は昨日に比べて腰が痛くないとかでも十分楽しいですし、興味が持てないっていうことが何か欠落しているように感じる。どうなんですかね。むしろ何かに集中する、人間の持ってるキャパシティ決まってるので、使えるそのリソースは決まってるので、それを何かに集中させるってことこそどっかを欠落させると思うんですよ。すごく浅いってことはまだ何者にも関心を持てないとは言ってますけど、関心を持つ余裕があるはずなので、多分関心を持ったらそこにね集中できるじゃないですか。むしろ今が満たされてる状態だと思いますね。ずっともう浅い人間だって思うぐらいで生きた方がいいんじゃないですかね。話したいことがあっても勇気が出ないときどうしたらいいと思いますか？勇気であり何なりっていうブレーキが
働いちゃうってことはそこまで話したくないって思ったらいいんじゃないですかね。仕事をする上で大事なのは給料の高さ、職場環境、人間関係、両方ともトレードオフの関係にあるのでどっちも大事ってことなんじゃないですかね。この職場環境でこのお金だったら満足できるとか、そうじゃないですか。職場環境完璧、給料スズメの涙であんま満足する人はいないと思うの で給料バカほど高い、でも職場環境激悪でもやっぱ辞める人は辞めるじゃないですか。どこまでそれぞれ妥協できるかってことだと思います。でも給料の高さの方がどっちかというと重要かなと思いますね。残念ながら往々にして給料高いところの職場環境って良かったりするので、まず給料っていうのを重要視してみてください。今年入社した高卒の新入社員に仕事を教えているのですが、日が経つにつれ私に慣れてきたのか舐めているのかと思うことがあります。確かめ算してごらんと計算をさせたら合っていたようで、イエイと言われどうという顔で見られ、しかも残業中で相手するのが辛くてしんどいです。かなりストレスです。あまりふざけた人間を相手しなくても良いでしょうか。ほえ、まあずっとやられたら、毎日やられたらしんどいのかもしれないですけど、今この話を聞いて僕は面白いと思ったんで、あの面白いエピソードが手に入ることってなかなかないんですよ。こいつをあのどうせ使えるようにならないやつだと思うんで、あ、多分舐められてると思います。これ間違いなく舐められてると思いますし、あのこいつが使えるようになることはないし、多分遅かれ早かれやめるだろうと思いながら接していいと思います。でもこのエピソードが面白いんで、面白いエピソードをくれる人間って相当レアなんですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよ。レアリティが高いんです、面白い人って。なのでどうせやめるんだから、こいつを思うさま泳がせた方がいいと思います。今はねイライラするかもしれませんけど、逆にそんなやつなのに形になった、一人前になったら、まあ儲け者ぐらいなんで。ふざけたやつってあの年取れば取るほど周りにいなくなるので、あのやっぱ貴重な人材だと思いますね。だって周りも多分このこいつのことそんな好きじゃないと思うんですよ。分かんないです、この書き込んでくれた人だけが舐められてるんだとしたら別の方法もあるんですけど、多分大抵の人を舐めてこいつは接してると思うので、こいつ以外でそのね共通の敵だから話し合えるじゃないですか。あいつ腹立つな、共通の敵がいるって結構人間関係が円滑にいく一つの材料でもあるので、健全かどうか不健全かはあるんですけど、でも共通の敵がいると、いやこんなに潤滑油になることはないので、イエイとかいうやつやっぱ面白いんで、はい、しばらく泳がした方がいいと思います。まあもしかしたらね、その会社にダメージを与えるような大失敗するかもしれないですけど、大失敗そうなような仕事を与えなくても、ちっちゃい失敗でもこいつは大失敗するので、あのしばらく泳がして、はい、ドキドキを楽しむ余裕を持っていいんじゃないでしょうか。浪人しちゃってる、今今年浪人してしまったのですが、モチベーションが上がる一言をください。浪人したからにはやっぱり去年よりね、いい大学に行きたいっていうことだと思うし、まあ志望校があるから浪人っていうのを選んだと思うんですよね。なのでモチベーションっていう言葉に頼らずに今すぐ勉強してください。もったいないですよ。心霊現象とか信じますか？全く信じないです。悲しいことから立ち直るためにはどうしたらいいでしょうか。へえ、レゴとか作るといいと思いますけどね。あの悲しいこと、身内の死とか取り返しがつかない、もうリカバリできないような、本当に取り返しがつかないことから立ち直るのはまあ難しいと思うんですけど、人間ってそこまで複雑じゃないと僕思ってるので、意外とどうでもいいことに熱中するとその瞬間はやっぱり忘れられると思うので、それが映画であったり漫画であったり音楽であったりいろいろあると思うんですけど、そういうものは意外と試してらっしゃると思うので、まだ試してない単純作業をやってみると意外と心はリフレッシュできますね。心理的な疲労は肉体的疲労に移行させることは、移すことはできるんですけど、それ逆は難しいんですよね。だから心が疲れてるときは体めちゃくちゃ疲れさせると、そっち側に意識がある程度移行して、でもこの肉体的な疲労は寝たりしたら回復できるじゃないですか。それを繰り返すのは結構ありだと思いますね。いや科学的エビデンスそんなないんですけど、でも経験則としてそれをやっぱやってる人が多いので参考になるんじゃないかな。将来の夢を作文で書けと学校で言われたのですが、今やりたいことがありません。でもクラスのみんなは警察官や医師、美容師など将来の夢を持っています。将来の夢を持っている私は普通ではないでしょうか。いや、すげえ普通だと思いますね。あの学校の作文、まあ夢を書けとか言われるんですけど、夢を書いたところで学校の先生がね、夢を叶えたとは限れないので、そんな人にね判断なんかできるわけないじゃないですか。だから意味ないんですよこういうことって。それだけど意味のないことでもなんか上に揺られてやんなきゃいけないっていう不条理を一回学ぶって思って、嘘でもいいのでなんか書いた方がいいと思いますね。
将来に夢があるかないかを判断することは学校の先生はできないので、え、大丈夫、そんなの夢っぽいことが書いてあればいいんですよ。ただ警察官になりたい、医者になりたい、美容師になりたいっていうことを書いただけじゃないですか。この他のクラスメートは本当になれるかどうかなんて分かんないわけじゃないですか。意思がある、なんかお題出されてそれに対する回答ができるかっていう能力ぐらいしか判断できないです、作文では。だから将来に夢はなくても別にさ、しょうがないです。まあ見つけりゃいいんです。僕だってまだ将来に夢ないんだから、いいんです、なくても。でも仮にじゃあ、学校の先生になるにはどうしたらいいかなっていうのを論理立てて書く練習だと思ってください。多分俺も悩みましたもん、やっぱ将来の夢書けって言われて別にないし、なんでそれ学校の先生言わなきゃいけないんだって思いますし、でもいいんですよそれは本当に。だから今だったら、今 YouTube にコメントしてんだったら、やっぱ YouTuber になりたいとかでもいいと思いますよ。なんでもいいんですよ、夢なんて。それについて説明する能力があるかだけなんで、ね、今あんまないけど、タウンページが開いてパッて開いたページに載ってる職業をもう夢にして、それについて書けばいいんですよ。それだけ本当に。その良し悪しなんてもう判断できないんだから、普通かどうかなんて考えなくていいです。みんな異常だし、みんな普通、みんな天才で、みんな凡人なんだから、基本的に凡人なんでね、いいんですよ気にしなくて。中3受験生です。勉強しようとしても集中力が全然続かず、ストレスならずに体調を崩したり頭が痛くなったりして長時間勉強できなくて困っています。どうしたらいいでしょうか。本当やっぱこういう YouTube は見ないことが何より大事です。有用な YouTuber もいるし、勉強を教えるのが上手な YouTuber もいるんですけど、座学の方が全然効率はいいので、はい、参考書読んでコツコツやった方が全然早いと思いますよ。昔から悩みなどを人に相談することが苦手なのですが、どうやったら思っていることを人に話したり悩みを相談できるようになると思いますか。悩みを相談するのが苦手なことをここで相談してくれてるんですね。不思議な構図。悩み相談って、まあお金払って聞いてもらう以外ではね、された方も困るだけなんで、悩み聞いてくれたらこういうメリットがありますっていうのを先に提示した方がいいんじゃないでしょうか。筋トレを続けることがしんどいと思う時があるのですが、うまく続ける気分転換や方法はありますか。先日全身筋肉量が不足と判定されてしまい続けたいと思っています。え、気分転換以外で筋トレをする理由なんて僕は思いつかないんですけど、え、しんどいならやめた方がいいんじゃないですかね。全身筋肉量が不足してる、続けりゃ上がってきます。筋肉量っていうのは、筋量っていうのは絶対に増えます。筋トレが一番いいところは、本当バカでも続けりゃ筋肉つくんですよ。その効率的非効率的はもちろんあるんですけど、続けてりゃ筋肉が増えんです。誰でもできることなんで筋トレって。本当にフィジークの大会とかボディービルの大会出るわけじゃないんだとしたら、本当に差ないです。ノーペインノーゲインっていうのは古い格言がありますけど、今はねしんどくなくても効果が出る筋トレとかよく言われるんですけど、最初の頃はずっとしんどいです。しんどいのを続けるものなので、しんどいのが嫌だったら筋トレしなくていいんじゃないですかね。高校の教科選択で大学受験の平均点高い方を選ぶか、自分が好きな方を選ぶか迷ってます。アドバイスをください。大学受験の平均点高い方を選ぶのがいいと思います。自分の好きな方は自分で学ぶのも苦じゃないはずなんで、趣味でもできるので、でかつ大学の受験で受かりやすい武器が1個増えるんだったら、そっちは選択で取って、好きな方は自分で趣味として勉強したらいいんじゃないでしょうか。30歳女性、彼氏なしです。どうしたら結婚できるでしょうか。彼氏を作るのがまあいいと思いますけども、結婚したいだけだったらいくらでも、結婚相談所行ったら男性もいっぱいいるので、いくらでも結婚はできると思います。勉強ってしなきゃいけないもんなんですかね。しなくてもいいんじゃないですかね。今の世の中だらだらやっても多分生きていけると思うので、そんなにしなくてもいいと思いますよ。お金くださいって言ったら結構くれると思うんですよ人って。何年か前にと、まあ今もねたまに来るんですけど、お金くださいっていう DM が結構来るんですよ。その中で、3人ぐらいに月10万円ぐらいあげてたんですよ。なんか漫画家志望の人とかダンサー志望の子と、あとなんか普通の多分大学生だったと思うんですけど、あげてたんですよ。個人的にだからベーシックインカム的なことをやったらどうなるんだろうと思ってやってたんですけど、もう結構前、4年5年ぐらい前かな、やってたんですけど、結局みんな何か成し遂げることもなく、なんかなあなあで結果も出さずに1年ぐらい過ぎちゃったんで、まあ、全員辞めちゃったんですけど、そのサポートするのは。でも僕ぐらいの人がこういう気持ちになるってことは、それこそね前澤さんみたいにお金持ちってお金くれるんですよ、言えば。
だから意外と DM とかでお金くださいっていうああいう高い行為って打率低くないと思いますよ。 1% はいかなくても 0.1% ぐらいあるんじゃないかな。少なくともゼロってことはないと思うので、毎朝金持ってそうな人にバーって DM 送るっていうのは意外といい行為じゃないかなと僕は思いますね。本当にくれたりするので、もらっちまえば別にこっちのもんですもんね。そういうのを続けたら意外と暮らせると思いますよ。やっぱ日本不況だし、先行きはしんどいし、経済はちょっと伸びしろはあんまりないと思うんですけども、金は余ってるので、金余りの人言ったら、まあ1億円以上金融資産がある富裕層なんでね、1万100人に1人以上いるので、そういう人からもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。すごい楽ですよ。それこそプロオゴラレイヤーさんだったかな、ああいう人ほど何か発信しなくても意外と食っていけると思います。おごってくれる人ってめちゃくちゃいます。おごりたいんでね、みんな。他人に興味が持てず、周囲の人が人好き嫌いなどの話で盛り上がっていても共感できずに内心冷めた目で見てしまいます。人に興味を持てないとこれからの人間関係で支障をきたすものなのでしょうか。実際に今は恋人もいません。別にいいんじゃないかなと思います。人間関係に支障をきたすのは1個はコミュニケーション不足、もう1個は能力不足、どっちかが足りていればある程度カバーできると思います。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですが、その後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。課題も進みません。私は息子の将来に大きな期待はなく、生活している、していける職業につき幸せに暮らしてってくれればいいなくらいにしか思ってないですが、最低高卒はしてほしいですし、せっかく受かったのだから物事をやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが、進級できなくなるのは困るので、どうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり、今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか。モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで、多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強を理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時にやっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんなが同じレベルなんで進学校って、やらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれでも全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がんないんですよ。いや、もう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。お母さんなんで全く勉強理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはしょうがないことなんで、多分な、合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、まあ、頑張らなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですか、ね、でも多分もともと頭はいいし容量もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。差があってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、まあ、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。初対面の人と仲良くなる時のコツ的なのはありますか。これは本当に仲良くしてくださいっていうのが超いいと思います。初対面なんですけどなんか仲良くしたいですって言うとはっきりノーって言いづらいんで、ちょっと仲良くしてくれます。髪の毛どれくらいの頻度でブリーチしてますか。プリになってるところ見たことないので気になりました。いや結構プリになってます。でもそういう時意外と気づかれないものです。自分の言いたいことや伝えたいことを人にうまく説明することができません。どうしたら頭の中でうまく情報を処理し言葉にして伝えることができますか。頭の中で処理するっていうことがもう無理なんですよ、人間は。そういうのができないからみんな言葉とか文字とかパソコンであったりノートブックであったり
スマートフォンっていう外部に情報を保存するツールをいっぱい生み出してきたわけで、頭の中でみんな処理してないです。で、一瞬でやっぱ素早く返せる人ももちろんいるんですけど、あいつたちはその経験値があるからいっぱい返せるんです。そのパターンはあったなと。論理的展開ができるとか、もちろんそういうのはあるんですけど、そんなビビたる差です。元々のスペックの差なんて別にないので、それよりは経験値とかの方がめちゃくちゃ重要なので、頭の中で処理しようなんて思うんだったら、あの紙とペン用意して一個一個メモって、これとこれはこういうつながりだなっていうのを書いてください。メモ取ってる時点でね、やっぱあ俺のこと話をちゃんと聞いてくれてんだってメモ取るななんて怒る人はあんまいないので、ゆっくりものを考えてください。とにかく口数が多い人にね、議論とか負けちゃうことが多いんですけど、何の意味もなかったり、後々聞いてみたら変なこと言ってたりする人が多い。もう僕も含めてそうなんですよ。早く喋ってる人って基本的に変なことばっか言ってるんですよ。なんでそんな早く喋んないでください、ちょっとゆっくり喋ってくださいって一回断り入れて、 Please speak slowly っつって一個一個もうメモして話し合えば、もう簡単にうまく伝えることができます。で、相手の言うことも理解できます。元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので、元彼と鞘を戻すのもありなんじゃないですかね。怒れるようになりたいです。言い争いの際、ある程度自分の考えを冷静に伝えることはできますが、結局僕が自分が悪かったと思うことで結論付けてしまい、自分もしんどく相手も困らせてしまいます。ちゃんとぶつかり合いたいと逆に怒らせてしまったこともあります。恋人や家族など大切な人相手だとなおさら自分を責めてばかりです。どうしたらいいでしょうか。怒んなくてもいいんじゃないのかなと思いますけど、怒らない人ってのはやっぱり重宝されるので、別に怒んなくてもいいんじゃないかな。怒ってる人ってね、そのコミュニティの中ではいいけど、やっぱ怒ってる時って声がでかいんで、それ以外のね、外にもどうしても伝わってしまうんですよね。それはもう実際に喋ってるのじゃなくて、例えば SNS 上だったりしても、感情的なものって基本的にその感情を共有できてる、その場にいる人以外からしたらどんな感情であれ、どんな正義があれ、不愉快なんですよね。その表現自体が若干の不愉快なんで、あの怒らない人の方が基本的には僕はいいと思います。毎回自分が悪かったみたいな結論になりがちなんだとしたら、議論とかするときにちゃんと文章を返してやり取りするのがいいんじゃないかなと思います。面と向かってやり取りしない方がいいです。で、ちゃんと結論も出ますし。ただ恋人や家族など大切な人同士のそういうやり取りって結論が出なくてもいいことだったりするので、そういう時は怒らない方がいいんじゃないかな。うわー、これすごいな。受験関連の仕事をしています。小中高どの学年の生徒にも勉強しなくてはならないことへの理解ができないまま、モチベーションを低く通っている子どもたちが大勢います。受かるためなどという目下の目標を掲げたところで、目下の目標を掲げたところで刺さるわけもなく、何かいい刺激の仕方などはありますでしょうか。うわー、すげー卑怯な方法なんですけど、勉強せずに失敗した人と勉強して成功した人をずっと推してるのがやっぱいいですよね。勉強しねえとダメなんだっていう洗脳に近いやり方なんですけど、でも世間は勉強しなくても成功した人の話はして OK だけど、勉強せずに失敗した人の話ってなんかタブー視されてますよね。どっちが多いかって言ったら、まあ、努力なので、努力せずに成功するのと努力しないで成功するのと、努力した方が成功確率は上がるっていうのは理解しやすいはずなんで、その話した方がいいんじゃないかな。どうしてもね、やっぱこれはまあメディアとかの我々のやってることの責任でもあるんですけど、バカでも有名になってお金稼げるみたいなことをなんかね、情報として伝えがちなんですけど、やっぱそんなことないと思うので、勉強した方がいいですよね。勉強しないとダメだっていうのは伝えた方がね、どうなんだろう。でも受験関係のお仕事されてるんですもんね。多分塾にとかそういう学習塾関係のところに通われてる子に対してモチベーション上げたいってことだと思うので、勉強しないとマジやべえぞっていうのをちょっと怖がらせてもいいんじゃないかな。勉強ぐらいの努力もできないとやっぱ何事も失敗しそうですもんね。これはでも大変なお仕事されてると思いますけど、ぜひ少しでもなんかのね、こんなザレ事が何かのプラスになったらありがたいですね。いや、本当頑張っていただきたいと思います。はい、一人でも多く合格者を出してあげてください。受験生の時何時間ぐらい勉強してましたか。本当に恥ずかしいぐらい少ない時間しかしてなかったですね。高校3年の夏ぐらいまではほとんどやっぱ教科書も買ってなかったんで、全然勉強してなかったんで、あんまりそのこういう質問に答えられないんですけど、
今もし受験生高校1年生に入り直すとしたら毎日めっちゃ勉強すると思いますね。今36になって勉強が本当に楽しくなったんで、今はしなきゃいけないっていうのがあるんで、ね、しんどいと思うんですけど、頑張って体力の続く限り勉強してください。子供たちが勉強をしたがりません。ゲームや YouTube ばかり見ています。父親がひどいゲーマーで、子供たちもこのままゲーマーの道をたどり、ろくに勉強もせずに落ちこぼれになるのではないかと心配です。どうしたら勉強にも目を向けてくれるんでしょうか。はい、いや父親がゲーマーだったらまあそれはゲーマーになりますよね。だってね、お父さんはゲームばっかしててでもなんとなく生きていけるんだから僕たちもそうでしょ、そうなるんじゃないのって言われたら反応ができないですもんね。いくらお父さんはもともと勉強して今の大人になったからゲームばっかやってても平気なんですよみたいなことってそれは聞く耳も持たないですよね。お父さんが落ちこぼれてもいいっていう多分感覚でいるんじゃないかな。勉強しなくてもいいっていう感覚を持ってるから子供の前でいっぱいゲームできるんだと思うんですよ。これを解決する方法は現状ないと僕は思いますね。ゲームとか YouTube より魅力的な勉強ってないです。いやだって勉強より逆に勉強よりつまんないゲームや YouTube なんてないでしょ。絶対ゲームや YouTube の方が子供にとって面白いんだから、いやこの環境では勉強に目を向けさせることは難しいんじゃないかな。テレビがね娯楽の王様だった時代、やっぱテレビより魅力的な勉強は確かになかったんでね、どうやって自分が勉強したかっていうと単純に勉強が好きだったからなんですよね。勉強がね一瞬でも得意になればね好きになるんですけど、これ難しそうですね。もしくはゲーマーとして暮らしていける方法を考えるのも手なのかな。ちょっと僕からはちょっと答え出せないな、ごめんなさい。上司への不満、ちゃんとなんか墨付き括弧でこう書いて、職場の上司が仕事をしません。上司の分まで我々部下と同僚が夜遅くまで仕事をしていることに納得がいきません。気にしなければいいと言われますが、毎日その姿を見るのに気にならないわけがないのです。あ、いや気にしなければいいっていうアドバイスはこの場合全然関係ないですもんね。それは気になるでしょう。この上司はそんな仕事しないのに上司にいるんですもんね。コネ入社なのか、なんかその全然違う要因があるか分かんないですけど、仕事をしないのに上の立場に立てるっていうのはめちゃくちゃ学ぶべきことだと俺は思いますね。こんな楽なことってないじゃないですか。これを書き込んでくれた方とか他の方がその分の埋め合わせをしてるわけじゃないですか。人の上に立つと多分そういうことだと思うんですよ。自分がやらない分を周りに投げる能力に長けてる人が多分指導者になるんですよ、上司とかになるんですよ。能力、今仕事をしてる実務能力とは違う能力だったりするので、気にしなければいいというか、この上司から学ぶことはもしかしたら多いかもしれないですね。嫌なやつだと思いますけど、チームの中のリーダーって意味では失格だと思うんですよ、不満が生まれてる以上は。でも別にこの上司がこのポジションをずっと維持することにだけ不信してると仮定すれば、この上司は大成功ですよね。しかも結果としてこの方も気にしなければいいのかなみたいな、その目を背けるっていう判断をされようしようとしてるじゃないですか。下克上する目も積んでるっていう意味では、この人は自分を守る術、この上司はマネジメントがめちゃめちゃうまい気がしますね。どうされますか。僕ならカズさんならどうされますか。僕はもちろんこの仕事辞めます。こういう職場が成立してる職場はやっぱ不健全なので辞めると思うんですけど、まあでもどっかのどの会社に行ってもこういう人はいると思うし、こういう人は意外と仕事を失わないんですよね。だって自分の時間があるからスキルをめちゃくちゃ高めることができるんで、結果ヘッドハンティングされていろんな会社うまく渡ってる人ってこういう上司なのかもしれないですね。嫌なやつなんですけど、嫌なやつかいいやつかと年収を上げる上げないって全然違う要素だったりするので、不満かもしれないですけど、めちゃくちゃ不満だと思うんですけど、この上司はなんか参考にすべき点は俺は多いと思います。嫌なやつです、多分俺もう会ったことないけど分かります。この方が思う通り絶対に嫌なやつです、この上司は。でも歴史の人物もそうじゃないですか。嫌なやつだけど成功談としてみんな聞いてるじゃないですか。みんなどうしようもないやつです、歴史の人物なんて。人殺しまくってるし狂ったやつばっかなんですけど、でもそこから学ぶことは多いわけで、それとすごいスケールの小さい版なのかもしれないです。ただこいつのやり口を参考にして転職を成功させるのが俺はいいと思いますね。この上司を追い出してもこの
コメント書かれた方はこの上司ほど多分心が嫌なやつじゃないから同じような上司になれないと思うんですよ。この会社の仕組み上こういう嫌なやつしか多分上司になれないって形なんで、この会社ではこういうこのコメント書き込んでくれたような心の澄んでる方は出世しづらいんじゃないかなと推測できるので、もっと健全な会社、実力を正当評価している会社に転職するか、この上司のこの技術を盗むかの二択かなと思いますね。まあでもね、一言だから言いますけど転職した方がいいですよ。あんまいい会社じゃないんじゃないかな。すいませんね、悪く言って。でもちょっとパッと言って目についたんで、はい、仕事でやらないやつが出世するってどこの世界もそうなんですけど、本当にどこの世界もそうなんですけど、でも成功者って大抵仕事してないですからね。努力はするけど仕事はしないんでね。まあ、すごい縮図を見た気がしますね。28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね、なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強、体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方、維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でもいいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかってさ、分かんないですもんね。ああでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね色褪せないんで、辛くなっても あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ね、どっちか あの時したきゃ良かったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてるそういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。人生における勝ち組と負け組とは何でしょうか。え、あともしよろしければ自分を愛する方を教えてください。勝ち組負け組、はぁ、うわ難しい質問ですね。まあ、勝ち負けを決めるのか。だもう絶対的に自分より負けてる人を早めに見つけた人はずっと勝ち組なんじゃないですか。例えば収入って意味ではベゾスとマスクでいろいろね上下したりするからね、株価の変動でそれぐらい熾烈なわけじゃないですか。そこまでいかないと資産収入って意味では勝ち組っていう層にはなかなか入りづらいと思うんですよ。逆にルックスとかモテるとかそういう意味では整形とかしてね美しくなったとてなかなか伸びしろってないので難しい。じゃあなんだ、喧嘩がすげえ強い、腕力腕っぷしっていう意味でもなかなか勝ち負け、勝ち組ってだからすごい少ないんでね。そうね、負け組勝ち組なんだろうね。勝ち組とか負け組とか気にしてない人が本当の勝ち組でしょうね。だってどうでもいい言葉ですもんね、この2つの単語、知ろうが知りまいが自分の人生に何ら影響ないんで、そんなことを知る必要がないような生活している人が、まあ、本当の意味で勝ち組なんでしょうね。あともしよろしければ自分を愛する方法を教えてください。なんかで言ってたのが自分を好きになった方がいい、これからも長く付き合うんだからっていうセリフがあって、ああかっこいいなと思ったんですけど、結局そうなんですよね。自分嫌ってたらねすげえ身近に嫌いなやつがいるってやっぱしんどいんで、それよりは好きになった方がいいだろうっていうその消極的な理由でもいいんで好きになった方がいいですね。
もう本当に消去法です。自分を愛する方法っていうのはないんですけど、自分を嫌いになると損することのが多いな、だったら好きになっとこうぐらいな感覚でいいんじゃないでしょうか。 YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか？ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいので、ファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営しててなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので、ガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、何百万人っている数字の中の一つでしかないので、絶対に叶わないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。